はい、皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。本日はこちら神宮前マンションにやってきました。まずはオートロックを解除いたします。いやー、素敵な物件ですね。こちらいろんなタイプの間取りがございます。まずは一番最初にワンルームタイプをご紹介します。その後 1LDK そして 2LDK タイプまでご案内をしていきますので、ぜひ皆さん最後までご覧くださいませ。ではまずはワンルームタイプ、こちらですね、見ていきましょう。102号室です。はい、土足禁止、まあ、もちろんお部屋ですからね。はい、ワンルームタイプ、こちらこの広さ伝わりますでしょうか。響きますね。はい、モノトーンを置いたらですね、非常におしゃれになりそうなこちらのお部屋。キッチン2口の IH システムキッチンですね。さあ、新築賃貸マンション神宮前マンションの資料がございます。こちらもですね、ご希望であれば LINE 公式アカウントからお送りすることが可能です。メゾネットタイプもありますよと。あ、もう本当にいろんな間取りがありますね。あ、1001号室もいいです。見ていきましょう、後でですね。はい。あ、もういろいろありますね。1001、309、後でさらっと見ていきましょうか。水回りはこのような感じ。お風呂です。はい、それでは 1LDK、2LDK タイプに向かいます。よろしくお願いします。はい、3階へと上がってきました。これ皆さん見ていただくと分かるんですけれども、それぞれのお部屋の中がですね、こうすごくこう開放的になっているので見えるんですよね。なので実際に住まわれる方はこうちょっと309号室の中をご覧いただくとお分かりになりますので、一度見ていきましょう。モデルルームになっていました。はい、これお部屋からの外ですからね。なので上、ここカーテンレールありますから、カーテンですよ、しっかりとつけるということが必要になります。そしてモデルルームがありましたね。こちらは309号室です。先ほどワンルームタイプご覧いただいたときにですね、これ実際こういうおしゃれなお部屋ってどう配置すると良いのかなと多分お思いになる方が多いと思うんです。これはモデルルームあると非常にイメージが湧きますね。この玄関が非常に広いですね。おそらく玄関ここまでだよというような作りになるんではないかなと思います。はい、洗濯機置き場、隣に冷蔵庫置き場もありますね。はい、こちらは3口ですね。3口 IH システムキッチン、おしゃれです。東京住宅西さんがご内覧いただきありがとうございますと、こちらこそありがとうございますという感じですね。水回り、トイレ、あー、おしゃれな独立洗面台、
きます。はい、お風呂もスタイリッシュですね。おー、いいですね。こうしっかりと閉じれるのがいいですね。はい、はい、あ、クローゼットもちょっと見にくいですが、横幅もありますし高さがありますね。何よりですね。いやー、なんか今座りましたが、実際ここに住むとなるとですね、そう、おしゃれですね。良いです。他にモデルルームはないかちょっと調べますけれども、はい、こちらのお部屋のルームツアーは以上です。先を急ぎましょう。はい、では続いて1001号室を見ていきましょう。広いです。はい、と、まあ、これぐらい響くほどに広いですね。で、皆さん分かりますかね、これ段差があるんですね。ちょっと見ていきましょう。独立洗面台にトイレにそしてお風呂です。水回りは、はい、先ほどと同じような感じです。これですね、天井がとにかく高いんですね。理由としては、なるほど、これで 1LDK なのだということが分かります。あ、もう、あ、すごい、あ、おお、はい、いやー、もうここがならもうベッド置いて寝る感じですかね。わあ、いや、ここが空いてるんですよね。なるほど。はい、とりあえずちょっと足を踏み外さないように手すりを握りながら、そしてこの横のこの感じを見ていただいてですね、少しずつ降りています。あと210です。はい、キッチンは2口 IH コンロのシステムキッチン、大きいですね。収納すごいあります。洗濯置き場に冷蔵庫置き場になりますかね。冷蔵庫置き場はこちらか、失礼しました。冷蔵庫置き場こちらです。で、はい、この下にもですね、物が入りますよね。で、皆さん、ちょっと私、ここさっきカチャカチャやってたんですね。なんか開きそうだなと。こちらから行くことができるんですね。はい、もう人が通ってます。で、見てください、こちら。ちょっと拡大します。私、読み上げますね。敷地内につき部外者駐輪禁止。どういうことか。ですね、これとても便利ですね。多分ここにも置いていいよっていうことなんでしょうね、うん、ここに止めてここから出るとかすることができる、ようお問い合わせいただきたいです。はい、もう神宮前マンション飛び抜けたクオリティの物件でした。はい、ご覧いただきありがとうございます。こちらにてルームツアー撮影は終了といたします。さあ行くぞ。皆さん、神宮前マンションご覧いただきありがとうございます。モデルルームがありますとですね、非常に参考になる映像になっているかと思います。私が内見した時にまず思いましたのがですね、もう本当に異国情緒あふれるもう景色というか、やはりあのエリアにあるだけあってですね、もう、こう違和感ないんですよね。
あれだけここデザイナーズにあふれていてもこう溶け込んでいるというあの素敵な物件でございました。はい、神宮前マンションをですね、ご検討いただいている方、お気軽にお部屋探しのハートサポート LINE 公式アカウントまでメッセージお待ちしております。ルームツアー動画をご覧いただきありがとうございました。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのハートサポート